元金プリ神宮寺ユータはカメラマン。岸ユータトラビッシュジャパンと食事、消えた一人に大注目。ご視聴ありがとうございました。素早く最新情報をもらえるようにチャンネル登録ボタンをよろしくお願いいたします。ありがとうございます。トラビッシュジャパンの宮近海斗25日6月3日、ジャニーズ事務所の公式モバイルサイト、ジョニー S ウェブのブログを更新。メンバーの中村アマ26。 松倉海ト、25および5月22日でキングプリンスを脱退し8月25日には事務所退所前最後となる初主演映画 G メンの公開を控える岸優ユタ27と映った4ショット写真を披露した宮近さんはこの前海斗とユ太タとご飯に行ったと明かしました岸さんとは久しぶりだったようで不思議な感じだったとトラジャの3人の カイトとキシさんとの食事を報告しました。その上で、この写真は、マブダチが撮ってくれたと、映っている4人の他に、食事会に参加していた5人目の存在を匂わせたんです。女性史編集者。ブログが更新されると、この写真について、キンプリファンはキシが身につけている金のコインネックレスに注目した。マブダチが写真撮ってくれて、キシくんがしてるネックレスって、神宮寺くんのよね。 キシ君のネックレス神宮寺君がつけてるやつなんだ W ユータじゃん。匂わせてくるじゃん。ジン君とキシ君が合ってること知れて最高に嬉しい。五人の絆は永遠だよね。きっとみんなで会ってるよね。宮近海人く君のウェブのマブダちって神宮寺君のことだよね。キシ君のしてるネックレスはジン君がしてたやつだし、匂わせとけ。とか言ってキシ君につけたのかなとか、勝手に想像して見分けながら泣いてる。 といった声が多く寄せられたのだ。ずっとも、宮近 &W ユータの仲の良さ、ファンは、騎士の首にかかっているネックレスが、5月22日をもって金プリを脱退、ジャニーズ事務所からも退所した神宮寺ユータ、25、のものと同じではないかと騒然。宮近の言う、この日食ごとをした、カイトとユータの、ユータにも当てはまる上、宮近が、マブダチと刺すほどの人物は神宮寺ではないかと考察し、 大興奮しているのだ。まず、岸と神宮寺の W ユータは特に仲が良い二人として知られている。前室の女性主編集者が言う。年齢は岸さんの方が2歳上、ジャニーズ事務所入所も1年早い。神宮寺さんは岸さんと入所した時からの付き合いです。その中の良さは有名で、過去にはインタビュー取材の際に互いの良さを聞かれると、神宮寺さんは岸さんについて優しいし、 人の気持ちを理解してくれる。周りが見えてるといい。岸さんから神宮寺さんに対しては、誰に対しても優しい素晴らしい人間。どんなにいじられても怒らないですと答え、リスペクトし合っていることも伺いました。二人は年末年始を互いの家で過ごすこともあるなど、気の置けない存在であるようだ。岸さんと神宮寺さんには、ゆえジャニー北川氏もずっと注目していたと言います。2019年放送の ザ少年ラコブセレクションスペシャル NHKBS プレミアムで神宮寺さんはかつてジャニーさんからユーは騎士と仲良くしててこれから先もずっと一緒だと思うからって何気なく言われたんですよと明かしていましたねその後ジャニー氏の読み通り2015年に騎士さんと神宮寺さんはキンプリの前身ユニットであるミスター・キング VS ミスター・プリンスに岩橋元気さん26と共に加入 その後もグループなユニットプリンスとして、岩橋さん、岸さん、神宮寺さんの3人で切磋琢磨していました。全道、そして、さきの5月22日で平野志洋、26、と一緒に、神宮寺と岸は金プリを離れたのだ。前室の女性主編集者は続ける。岸さん、神宮寺さん、宮近さんの3人は休日を共に過ごすことも多く、一緒にプリクラで写真撮影をすることもあるんだとか。 神宮寺さんがその写真に、ずっと元書き込んでいたこともあるほどです。カイトといえば、キンプリの高橋カイト、24、も、カイトで、この日の所在は不明だが、W ユータがキンプリを脱退しても、宮近をはじめとする同世代のジャニーズメンバーたちとの絆は変わらない模様。5人体制時代のキンプリファンにとってみれば、これからもやめ、ジャニーと所属タレントの間で繰り広げられる様々な交流を、 期待せずにはいられないだろう。足長。神宮寺と一緒のネックレスをつけていたという騎士ユタのイケメンスーツショット。神宮寺と仲良しの騎士。